区日高川道行き。第2幕の見どころは、人形は一体を3人で操る3人使いがほとんどですが、この芸大では一体の人形を一人で操るハサミ使い、一人使いで演じていただきます。北原人形芝居が全国に誇る技術で、かつては国立劇場で上演しまして高い評価をいただきました。昭和50年に奉納して以来で4半世紀ぶりの上演となります。山伏がリズミカルに動きながら清姫を揶揄する場面が見どころです。どうぞ。尋ねたいことがある。太いやっちゃ。
人に行き当たっておいてごめんなされとも言わず、まだその上に物が問いたい。こりゃやい、こりゃやい、誰様じゃと思うておる。夜道もいとわぬ大丈夫のお客様は大急用じゃ。椅子のまま待たれよか。あのここな、話せ話せ。おおバカ者め、ここ話せ話せ。いやー見れば女子じゃな。しかもえらい美しいべっぴさんじゃな。そんなら最前からボン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 いやせんのに、えらい気の毒。堪忍しておくなあれ。そしてまあ何が問いたい、なんなりと言いなはれ。あの二十歳ばかりの山伏姿で、おっと皆までのたもせからず。その山伏の言うのにはな、どう言うたい。さあ花っ柱がカーンと言うたわい。ジャラジャラと天道を言わずとあるように言うて聞かしてくだしゃんせえな。おお言うて聞かす言うて聞かす。その山伏の言うのにはな、後から十七八の女が来ても俺が来たことは必ず言うてくれるなと頼んでの。そしてどう言うたい。いやもうそれを言うている暇がない。いえいえ、あってもノーでも聞かねばならぬ訳を聞いておっつきたい。さあさあちょっと行きたいわいな。いやもうそっちよりこっちが早行きたいわいな。さあさあ重要じゃ重要じゃ、そこをのいたのいたのいた。いえいえ訳を聞かねば通さぬ通さぬ。なんじゃ訳を聞かねば通さぬ通さぬ。でもまあ難儀なものに出ようたわい。そんならあの言うて聞かす。あのなその山伏の言うのにはな、お前は随分器量もよし気立てもよし、またこうどこやらもよいけれど、あのこんなことはなえらい言いにくいけれど、これはほんのわしが親切に言うてあげるで。恥ずかしいことはないほどにな、そこの方から安城洗いなはれ洗いなはれ、なんぼ器量がようでも手入れが悪いとそこへ少々うつきとやら好気とやらがあるとやら。ああこれ天道言わずと早う言うて聞かしやんせえな。ああ言うて聞かす言うて聞かす。ちょっと耳を貸せ。あのなにゃ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 、聞こえたかい。聞こえやしまいがな、まだ何にも言うてやせんのじゃがな。今度はほんまじゃ。あのな、みんめとも。びっくり車にすり抜けて飛ぶな。Thank you.
し、許したまえ許したまえ、ごめんなされてくださりませ、ごめんなされてくださりませ。生まれてから今日までお前様のような美しい女性さんに抱きつかれたり吸いつかれたりする覚えのない男でござります。それは全く人違い、どうぞごめんなされてくださりませ、ごめんなされてくださりませ。ああもし清姫でござりますわいな、私を振り捨て行こうとは聞こえませぬ安金様、ご同様などすがりなき、えワンツンワンツンとはちょっと待っておくんなされや。どうやらこう受け賜ったような女じゃんが、おいよおいよおい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 、ああもしもし、違うています違うています、私は海浜や、ヒカの花が、これは南京じゃ、我らが都北白川において数ならぬ誉れつぼくれちょんがれ坊主、ちょんがれ武士は大名人なれど、ふとした恋で花ひわれ、ちょんがれ仲間に省かれて、勝負となしのふにゃらふにゃら今はこの椎田町って椎田宮古町に来たれども、ふにゃらふにゃらは七五回とて相手なし、無念しごくとふにゃらふにゃらふにゃらと泣き、くままの取り違え、お許しなされてくだされ、おー胸なでおろしたり、ああもし私が尋ねるそのお方はな、二十歳ばかりの山伏に、お会いなされはせなむ、いやいやそんな人には愛の気持ちを、如来如来藏
ありがとうございました。ちょっと時間の関係でですね、もう少し説明を加えてしたかったんですけども、ちょっと詰めた形になりましたが、精一杯、やらせていただきました。本日はどうもありがとうございました。